こんばんは、ボックス馬券予想の天野葉月です。今週は秋の G1 シリーズ初戦となるスプリンターズステークスの予想をお届けしたいと思います。今回は過去の実績重視の予想をしてみましたので、今週も皆様よろしくお願いします。本命に選んだのは西雲構成です。スプリンターズステークスの傾向として高松の宮記念を構想した馬がこのレースでも実績を残す傾向があるので、今年の高松の宮記念を優勝している実績を考えても今回のメンバーならチャンスがあると見て、今回は本命に選びました。次に選んだのがビッグアーサーです。昨年の高松の宮記念を優勝した馬で、久々の競馬とはなるんですが、人気が落ちそうなのも馬券的には魅力的な材料だと思います。どの程度の仕上げで出走してくるのか不安材料は残りますが、能力の高さに期待して抑えておきたい一頭です。そして3番手に選んだのがレッツゴードンキです。桜花賞を優勝した馬で、今年の高松の宮記念でも2着に好走している実績を考えると見限るにはまだ早い馬だと思います。ただローテーション的にはビクトリアマイルから直行でスプリンターズステークスに出走しているという点が気になるんですが、状態次第では連帯まで狙える能力は持ち合わせていると思います。次に4番手で選んだのがレッドファルクスです。昨年のスプリンターズステークスを優勝した馬、今年に入ってからも高松の宮記念、安田記念ともに3着と G1 先制でも安定した戦績を残しているので、今回のメンバーでは抜けた存在となりそうです。連覇がかかっているレースとなるので、ある程度万全の仕上げで挑んできてくれると思います。今回は G1 を優勝した経験のある4頭を馬単ボックス合計12点で的中を狙いたいと思います。今回はどの馬にも印がつけたくなるようなメンバーが揃ったので、買い目には悩まされたんですが、オーツが分散されることで G1 馬の人気が集中したい感じなので、上位2頭は実績馬で決まると見て G1 馬4頭の馬単で狙ってみたいと思います。今週はスプリンターズステークス、凱旋門賞、シリウスステークスの予想動画を配信しておりますので、お時間がございましたらそちらも皆様の参考として見ていただけたら嬉しいです。ゲートウェイでは皆様のチャンネル登録お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。